うまいね。マッシュルーム。いや、最近生で食うマッシュルームにハマってんだよな。そのキノコの中で唯一、生食ができるっていう、かわいいキノコ。マッシュルーム。あ、危ない。これ飲みそうになった。飲み物ないわ。いいや。いや、お疲れ様です。おもりみみずです。皆さんどうだった今日、一日。まあ、俺はね、なんだろうな。まあ、特にいいこともなかったし、別になんかこう、ためになったこともないし、まあ、今も全然機嫌悪いし、なんだろうな。なんかこう、まあ、いつも通りはクソみたいな一日って感じかな。というわけで、皆さんも、クソみたいな一日を過ごしてると思いますが、やっていきますか。見せたいものがあるんですよ。ちなみにここは僕の事務所ですね。まあ作業したりとか、いろいろまあちょこちょこっと動物飼ってたりとかね、植物がありますけれども、今日見せたいのはこれ。ちょっと見てくださいよ。引き出すぜ。うい、すべてアリです。アリンコの飼育設備を整えたというのをちょっと見せたいなと。いいでしょこれ、かっこよくない？どう？すっごくいいでしょ。でこれね、引き出しをねつけたの自分で、まあ、この DIY でねやってますんでね。でこのケースを全部揃えて、まあなんか見せようか、どうなってるか。まあ陸ソサスアギトアリ、これは沖縄アギトアリと同じようなアギトアリなんだけど、まあ一回りちっちゃくてちょっと赤みが強いみたいなアギトアリですね。で沖縄アギトアリよりはあんまり神経質じゃないって言われてて、飼いやすいタイプのアギトアリで、アギトアリが何かはまあもういちいちめんどくさいんで説明しないんで、ググるなり、まあ有名なアリです。面白いアリ、非常に。まあ、こんな感じで車高のねプレートがついてて、ガラス面で中こうね、なんていうの、モルタルみたいなのが作ってあるんだよね。もう、まあ、そこがメッシュになってるのね。ここに下にカップが埋まってて通気性を確保できてる。で、まあ、こっちがその連結してる、まあ地表部分だよね。これがここが地表部分になってて、こっち水、まあ水筒がついてると。でここが一応ね、まあ、ゴミ捨て場なんだけど、ゴミ捨て場として使うかどうかこいつら次第だから、まあ、ゴミは今ここに捨てられてるよね。ほら、だからここね結構餌場にしてる俺は。蜜餌入れたりとか、そんな感じ。どう？いいでしょ。まあ、これがずらーっとこうね並んでるという。でここにポンポンポンとちょっとこうね飼育用品みたいなの置いてあるんだけど、これは別に全然普通に使いづらい、おしゃれで入れてる。こういうもんかなと思って、なんかこういうのやってみたかったなと思って、ここはコットンとか入れちゃってさ、なんかよく見るでしょこういうの。わかんない、これ何がいいかわかんないけど、これなんかおしゃれなんじゃないかっていうことでやってる。でこれはタバコのスリムのフィルターね。このスリムのフィルターはチューブを使うんだけど、これねチューブ、こういうチューブを使うんだけど、それにねスポッとはまんねこいつが。だからちょうどいい線になるから、ここに置いてたりとか、まあこれもキャップだね。あとなんか、まあこのケースを大量に買ったらついてきたこのピンセット、もうめちゃくちゃ束になってるからさ、これいらねえんだけど、まあ、ここに入れとくとさ、なんかおしゃれじゃない。ほらポンポンポンと、もう全然使いづらいよねこんなの。まあこんな感じ。どう？いけてる？いや、いけてると思うんだよねこれね。結構ねアリ飼育市場でもねかなりいけてる方だと思う。やっぱねアリのケースって結構いろいろね使ってみたりとか買ったりとか、まあその国内で開発してる人もいるんだけど、いい意味でも悪い意味でもやぼったいのよ。そのなんていうのかな、理科室っぽいというかさ、まあこれも若干理科室っぽいっちゃ理科室っぽいんだけど、もうこれがね、まあこれは俺のなんかあれだからさ、気の迷いだからいいんだけど、ちょっとねその試験管使ったりとかするのね、結構こんな感じ。そうこれもさ、ナミバラアリっていうアリが入ってて、もうちょっと汚くなってんだけど、まあこんな感じでね試験管でね育てることも多いわけ。あとはこういう石膏巣みたいなやつ、まあこういうケースで育てるんだけど、やっぱ若干理科室っぽくなるじゃん。でなんかまあそれがかっこいいはかっこいいんだけど、なんかこう部屋のさ、なんていうのかな、レイアウトに合わない
ていうのが、俺はそれが嫌だったのね。で、爬虫類以外とかさ、そういう界隈から入ってきた人ってさ、やっぱりアクリルケースとかそういうちゃんとした四角いものを多分欲するのよ。で、このケース、僕が中国から見つけてきたこのケース、これをちょっと店でも販売しようかなと思ってやるんだけど、なんだろうな、もう先に言っちゃうか。調べたら普通に Amazon で売ってて俺結構頑張って探したんだけど、普通に俺知らなくて Amazon で売ってて、しかもなんかうちで販売しようとしてる値段より全然安いのよ。いや、まあ中国の製品だから輸入する感じになるんだと思うんだよ、 Amazon でも注文しても。だ、そうするときっとね、届くの遅かったりとかいろいろする気がするのね。わかんない、それは頼んでないから Amazon で。でもまあちょっとうちよりも安い値段で一応出てる。まあだからそっちで買っていただいてもいい。もうこれはもうしょうがない、そういうことはある。だけどまあその現物を見れたりとか、やっぱりその俺はこれで買ってね、ちゃんとうまいこといくかっていうのを調べてるから、まあそういう話をねちょっと聞きたければ、まあうちで買ってみるという感じで、うちは検品して出すからさ、不良品が届いたりとかそういうのは基本的にないはず。で、ここにね、アリンコがいるの。これは沖縄アギトアリっていうアリなんだけど、で、この前ちょっと買ったんだけど、まあ、これをまたケースに入れたりとか、これ、ちょっとね、曇っちゃってるけど、これ前の動画でもちょっとおまけ動画で出してた、アングスティコリス、ん?アングスティコリスオオアリ?アングスティコリスオオアリで合ってたと思う。うん。このオオアリをね、入れ替える動画とか、あとこれね、フィルムがついてるのよ、こうやって最初。このフィルムの剥がし方、これ意外となんかね、ややこしい手順を踏むのがあって、特にね、これはちょっとね、まあパッと見て分かる人はね、分かると思うんだけど、これでちょっとややこしい手順を踏んで、このフィルムを剥がさなきゃいけないから、まあそれとかをね、ちょっとね、やりながら、また次の動画で、移し替えるやつを撮ろうかなって思ってます。この引き出しね、この引き出しはちょっと正直耐震性とかさ、そういうものは自己責任になっちゃうから、俺はこれ作って使ってるけど、作り方をねやっぱ説明しようと思うのよ。説明しようと思うけど、もう言っとく、もう すぐ言っとくよ、もう変なクレームとか一切受け付けてないからなこれ作ったからっつって、なんか飛んできましたとかこぼれぼきましたとか知らないかな、マジで本当に。まあこれがいいと思ったらな、作れよ、作れよじゃない、作ってくださいねこれ作り方教えます。それも動画でやろうかな。ここのね、もう一段ここにつけたいなと思ってるから、だからこの引き出しの作り方とこれのフィルムの剥がし方、それね、まあ細かいとこ見てってアリを移し替えるっていう動画を、まあ近々出せればなって思っております。まあ今日のクソみたいな一日はこれで終わりかな。みんなもゆっくり寝ろよ。おまけ、届いたおもちゃを開けていこうのコーナー。このおもちゃ紹介っていうかさ、おまけでおもちゃを紹介してるけどさ、あれ誰が面白いんだろうね、わかんないね今回ねちょっと買ったのはね、2008年ぐらいに発売されてたおもちゃですね。バンダイから出てました、これゼルゲノムっていうね、おもちゃなんだけど、これね、もう何年、十何年前 ?6 年前だよね計算できないやつが集まってるけど、16年前ぐらいのおもちゃなんでね。で、こっちが、スターターキットみたいなやつ。これをなんで買おうかと思ったかっていうと、ツイッターでね、まあ今 X ですか?どうでもいいけど X だろうが Twitter だろうがどうでもいいけど、その名前なんて言ってますわ。なんかそれで流れてきて、ちょっと昔のモノボットみたいなのでポッと流れてきたの、俺ゼルゲノムで、あーっと思って、うわこれ懐かしいと思って。今ってさ、昔売ってたおもちゃで、古いおもちゃって今結構値段が高くなってるのが多いんだよね。まあ俺らとかさ、ドンピシャで、まあミニ四駆とかさ、ハイパーヨーヨーとかさ、あとはなんだろう、ビーダーマンとかさ、もう超好きなわけ。
だけど、あそこら辺ってなんかね、物によってね、めっちゃ高くなってるのが多いね。あれね、しかも後半の人気がなくなってるやつほど、生産数がなくて高いとか、そういうことになってんだよね。で、まあ、これは絶対値段が上がんないんだろうけど、ちょっとこのね、おもちゃのね、種類が特殊で、これがね、デラックスキット。錬成獣王、ドルギガス。あ、このなんか見た目豪華じゃない？やっぱバンダイって感じだよね。そうだからね、これ辺はね、ちょっと特殊なおもちゃで、絶対になくなっちゃうんだと、なくなっちゃうなと思って、買いました。っていうのは、これね、なんとなくね、パッケージからね、ちょっとこの、物々しさ、分かっていただける。これほら、秘密の実験って書いてあるけど、これ一体どういうおもちゃなんだっていうことなんだけどさ、遊び方ここに書いてあるのね。まずね、このなんかね、骨組みみたいなの作ってあるのかな？あ、作るんだよね。プラモデルみたいに、まあ、ここにあるけどさ、このランナーになっててプラモデルみたいなのがあって、それを、その型にはめるわけ。この型に。で、その後に、まあ、レジンキャスト的なさ、レジンキャスト的なとか言ってもみんなわかんないよね。いわゆるその、なんだ、ゼリーみたいなの流して、その、肉体が、ついた状態になって、このいろんなパーツを差し込んだりとかして完成するわけ。で、完成した後に、その分解粉っていうのをかけると、これドロドロに溶けてまた骨に戻るっていう。これね、理科の実験的なおもちゃなの。だからこのね、なんだろう、ここにさ、ものがあるけどさ、これがなんかこう、プルプルのゼリーみたいな状態の おもちゃなのよ。で、それをこう自分で作れるよっていう。これだからマジ特殊なおもちゃじゃない？これだから出た時にさ、いや俺これ食うやついるだろ絶対と思って。これすげえ問題になるなと思ってたの。で、やっぱね、食うやついたらしいんだよね。まあ子供とか絶対食うやん、このプニプニのさ、ゼリーみたいなやつさ。うまそうじゃん、マジで。こっちなんかもう特にうまそうじゃん。これひも球じゃん、もうほぼ。ほぼほぼひも球。だからね、だから、これ絶対問題になるだろうなと思って。いたやつがね。で、だから、まあさっき説明した通りさ、ほら粉をかけるとボロボロになって戻るっていうことだから、これ物体が残らない系のおもちゃなの。それってすげえ珍しくてさ、やっぱさ、大体物体が残るからさ、まあミニ四駆だろうが、ビーダーマンだろうが、プラスチックでできてるからね。これはプラスチックでできてるのはこの骨組みだけだから、このゼリーの部分は溶けてなくなっちゃうの。これがね、またね、特殊。だからね、これね、開けて遊んじゃうと、もう終わりなのよ。でね、なんかね、これ、このゼリーの状態で、2ヶ月とか3ヶ月とか置いとくと、もうカピカピのカサカサになっても何にも残らないらしいよね。ゴミになっちゃうらしいのよ。だから、ちょっとこれ開けらんないんだけど、これ何個か手に入ったら、俺作るのやろうかなと思ってる。おもちゃもね、いっぱい紹介したいのいっぱいあんのよ。もう本当にバカみたいになるから、こことかね、結構レアなね、トランスフォーマー、私はトランスフォーマーが大好きなんでね、一個数万とかするような。まあこういうのも紹介していきたいよね。っていう感じ。まあちょっとこのね、面白いでしょ。いやー、こういうのは多分今後出てこないんじゃない？その安全性の面とかも考えてさ。いや、貴重だと思うんだよね。で、見た目もパッケージもかっこいいじゃん、こうやってさ、でけえし。何しろ。まあ、飾っときたいよね。というわけで、ちょっとこの、化石錬成ゼルゲノム、買いましたっていうおまけ動画でした。面白い、ちょっとおもちゃね、いっぱいあるんで、古いやつ。買ってったら、おまけ動画に、どんどん、上げていこうかなと。で、そのうち、なんかその、総集編とか作って、おもちゃだけの、俺、おもちゃをやりたいんだよ。だけどさ、おもちゃだけじゃさ、ちょっとさ、あれじゃない？なんか、まあ、本職が本職だからさ、ちゃんとね、生き物のことをさ、伝えながら、俺はこっちがメインカルチャーだから。ってわけで、はい。ゼルゲノムでした。